チャリンさん、あなたの中堅らしいです。というわけで今日はですね、スライムランチャーやっていくんですけれども、今回からですね、前回、ラッシーさんはですね、巨大スライムちゃんの王になるというね、そんな別にワンピースっぽく言う必要なくないね。なんでなんか言っちゃうよね。でもね、やっぱすげえな、ワンピースの影響力ね。というわけで、前回ですね、このね、ちょっと見えないか、この子だったら見えんだよね、この子、この子ちょっと見せて見せて、この装置ですね、この装置を作って、セイバースライムのね、でっかいのを作ろうと思ったんですけど、作らせてくれないというね。もうすごいクラッシーさん、これあのあれなんですよ、ね、システムにバカにされているわけですよ。でも腹が立ったんで、この牧場にですね、全種類のこのでっかいスライムちゃんたちを、なんだろう、集めちゃおうということでですね、今回からですね、新しいでっかいスライム育成プロジェクトがね、始まったわけですよ。というわけで、早速ね、このね、でっかいスライムちゃんたちを集めていくんですけど、まあ、その前に、何のスライムがいるんでしたっけっていうのをちゃんとね、皆さんとね、おさらいしていきましょう。はい、というわけでですね、こちらに並べたのが、現在登場だって、現在実装されている、なんで登場って言っちゃったんだろう、実装されている、スライムちゃんたちでございます。上から右の方に、右にこうなんていうの、右行って下行くからね、行くよ、せーの、ピンクスライム、ホタルちゃん、猫ちゃん、ハニースライム、水スライム、セーバースライム、ハンタースライム、カンタムスライム、サボテンスライム、ダルビッシュくん、ロックスライム、マグマスライム、放射能ラットスライム、クリスタルスライム、なんだこれもクリスタルスライム。同じ感じのやつ多いよね、これ、かぶるよね、結構かぶる。ファイヤースライムとさ、あのマグマスライムもかぶってんじゃん。クリスタルとさ、このモザイクスライムもさ、かぶってるし、なんかあのハンターと猫ちゃんも結構かぶってるよね。もうちょっと新しいやつやってもいいんじゃないですかねえ。で、あとですね、特殊なスライムとしてゴールドとラッキースライム、この2つがね、いるんですよね。で、なんかみんなコメントくれた感じによると、ゴールドはね、でっかいの作れるらしいんだよね。これラッキースライムはできないんですかね。これもなんかできそうな感じしますけどね、できないのかな。で、あとでっかいのを見たことないのは、昨日作ろうとしてたこのサーベルスライム、こいつはできないのかな。まあ、でもサーベルスライムの単体のサーベルスライムっていないからね、できないのかもしれないけど、まあ、とりあえずですね、まあ、これをやっていきます。あとですね、あ、そうだそう、あとこの2つね、池と、ファイヤー、この子はたちはちょっとできないかもしれない、餌ないしね。というわけで、多分今のところできるっていう風に分かっているスライム、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15匹いるので、とりあえずこの15匹をですね、でっかいスライム化していきたいと思います。はい、というわけでですね、まずでっかいスライムを作るためには、でっかいスライム装置の開発が、たくさんね、必要になってくるんですけど、そのためにはこうドリルとかがやっぱ必要にもなってくるので、まあ、その辺ちょっと計画していきたいなと思ってるんですが、まずこっちかこっちなんだよね。でもやっぱこれはすごい簡単に手に入るから、まあでもこれも簡単に手に入るか、水と蜂蜜、まあこれ両方作っていくか、両方作っていこうかね。じゃあまずね、これを作るために、これドリルとポンプと歯にゲットシステムがこう必要になってくるので、まずこれをね、大量に作りたいんです。そしてですね、これ前回これほら、何セブンリワーズクラブでいただいたこいつですよ。こいつを作るとすげえ多分掘れるんで、これ最強のやつ、これがね、ドリルは作れるようになったので、ドリルはこれ作っていきましょう。そして、ポンプと、これ蜂蜜なので、ピンクプロートが大量にいるんで、ね、やっぱね、ピンクとラットとモザイク、そして、猫ちゃんとマグマ、そしてホタルとハニー、オッケー、これをまず大量にぶち込んでいこうぜ。
ということでね、まず1個これゲットしてきたんで、これまずぶち込んじゃいますね。お金も必要なんだよな。そっか、20万あー集めて、水もね作れるようになったら楽だよね。どうしよう、先にそっちやるかどうしようかな。よし、かなりねたくさんの素材を投入したので、かなり作れるんじゃないかなとは思うんですけど、ほら116個めっちゃ入れたよ。さあ、まずドリルちゃん作っていきましょう。ファブリケート、そしてですね、ポンプ、これ2、3個欲しいですね。はい、そしてこれですね、これも2つ。あーもうピンクがない。あんなに入れたらやっぱピンクがかなり大量に必要になりますね。はい、来ました。あー、いっぱい散らかってますが、まずここにですねスーパードリルちゃんを置いていきましょう。さあ、インストールしますよ。インストールドン。おわ、でかい、かっちょいいですね。かっちょよくなってるかなり。そして、ここにポンプをインストールして、あと向こうに蜂蜜をねインストールしていきましょう。1個あそこに前に作ったやつが残ってるので、ついでにそれを開けちゃおうかな。よし、さあくれ、いっぱいくれ、ジャムジャムジャム。あー、ちょっとこれも必要だったよね確かね。よしよし、これ全部持っていこう。さあ、1日経ちましたのでですね、早速新しいドリルちゃんの実力ってやつを見せてもらおうじゃないかというところでございますね。いくぜ。さあ、見せてくれお前の力を。おお、なんかでも出てくる数は変わらないんだよね。掘る回数が増えますっていうだけっぽいですよね。なんかいまいちだね。さあ、ジャムの方もねガンガン集めていきたいんですけど、おお、ちょっと待って、もう持てない。一応集めてはきましたが、これでどうですかね。1個ぐらいは作れるようになったでしょうか。どうだ。ああ、まだ足りない。こっちは、ああ、これ、あ、ちょっと待って、これはでもここに水ポンプ作ったから、これで出るんじゃないか。オッケーオッケーオッケー、出る。オッケーですね。こっちにもあるのでないかと思った。オッケーオッケー、これで集め、全然出ねえんだけど、なんだよチキショー、7個じゃ足りないんじゃん。結構ハードだね思ってたより結構サクサク作れるかと思ったんだけど、意外とハードでしたな。よし、これで材料集まったのでようやく1個作れるよ。結構大変だこれ、15個分作るの大変だね。まあでもすでに3個できているから、あと12個ですけど、あー、どこだ、これかおっしゃ、やっと1個ファブリケートできます。やりました。はい。あ、ついでにもう一個やっちゃおうかな。ちょっと待って、向こうのドリルも掘ってこよう。はい、来ました。こっち側はね、これで、おー、来た。これだね、これ。あと、これも取っといた方がいいね。はい、あと、これですよ。これ。これ、ミルキーなんちょか。なんちょか。なんちょかってなんだ。はい、こっち側にもね、設置したんで、あと2個出れば足りるはずなんですけど、1個、2個。はい、出た。オッケー。これで足りますよ、皆さん。やりました。おー、すげえレアなの出たけど、蜂蜜が出ねえ、蜂蜜じゃない、ジャムが出ねえんだけど、どういうこっちゃどういうこっちゃい。ということで、まあでもこれで一応ね、アドバンスの方も1個は作れるはずなので、これで2匹作ることができます。さあ、これ、ほら、アドバンスの作れます。オッケー、作った。これで2匹増やせるぞ。2匹増やしていこう。まずは何、簡単な方からいくか。じゃあ、ロックちゃんと、ウサピョンかな。ウサピョンちげえよ、猫タンかな。もうこの辺のやつもいいよね。これもうこの辺のやつ崩して、作っていきたいと思うんですけど、アドバンスとオッケー、あとこれですね、マスター、これインストールしていきましょう。あ、ちょっとじゃあ、どうしようかな。あ、上からと下から行こうか。上からと下から。じゃあこっちはロックちゃんで、こっちは上から行くとしたら、サボテンスライムとかどうですか。サボテンスライムとかいいんじゃないですかね。よし、行きましょう。多分ね、あ、そっか、ロックちゃんはこれだけど、サボテンちゃんはこれじゃねえな。ニワトリだな、カラフルニワトリだ。あの、そうだ、うちのサボテンちゃんに食わしてるのは野菜の方がいいからって、野菜食わしてんだよな。ちょっと待って、じゃあカラフルニワトリ探しに行くか。カラフルニワトリな、なかなかいないんだよね。あ、とか言いながらいっぱい見つけちゃった。オッケー、カラフルニワトリゲット。これで多分サボテンちゃんがね出てきてくれるんじゃないかなと。危ねえ、危ねえ。相変わらずスタミナ管理が雑なラッシーさんですけど、危なかった。よし、オッケー、戻ってきたぞ。
これでね、多分サボテンちゃん生まれるんじゃなかろうかと思うんですが、いきますよ、せーので、ほい、おい、来たー、ニワトリシュールだね、これこの絵シュールじゃないこれニワトリ、ウケるんだけど、これいいですね、ニワトリちゃん。そして、向こう側にはこれ、ロックちゃんのこれをね入れていきましょう。はい、 OK です。これで一晩経てばですね、スライムちゃんがね生まれるはずなんですけど、ちょっと待って、これこっち向きにできちゃうのかな。あ、もう取れないや、チキショー。まあいいや、いいや、よし、寝よ。さあ、朝になりました。どうでしょうか、生えてるかな。あ、生えてる、かわいい、かわいい、やったじゃん、サボテンちゃん、ゲット、サボテン。そして、あ、なぜ、なんでお前出てきたロックちゃんはよ、ロックちゃん、なんだよこれ、野菜食べるやつ全部出てくる系なのかな。うちか、そうか、アドバンスだから上から出てくるってこと。え、っていうことは下のやつを作るためには下のやつ作っていかないとダメってことか。そういうこと。なんだよ、せっかく作ったのにまた爆破しなきゃいけないじゃん。めんどくせえな、おいまあしょうがないね、とりあえずこいつ俺のこと好きだよね、ほんとね、よく生まれてきます、この子は。もうなんだよ、せっかく作ったのにな。さあ来た、でっかくない、なんかずいぶん、おお、いっぱい生まれたよいっぱい生まれちゃった。ちょ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 、危ない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 、ちょ、どこ行くの、どこ行くの、ちっきしょ、こいつら俺の牧場争おうとしてやがる。おーしゃ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 。いやー、せっかく頑張って作ったのにな、これも作んなきゃダメってことか。あ、作れんじゃん、全然楽勝で。オッケーオッケー、ちょっとこれもう一回作ってみようか。2つ作っちゃおう。オッケー、下の方のやつだったらね、これで埋めそうな気がするよね。ちょっと待って、もう一回行くよ。あ、ちょっと待って、あれ餌持っていかないと。おしゃし、もう一回ここに産んでいきましょう。さあ、これだったら出てくれるんじゃないですか、さすがにね。え、まさかモザイクが出るとはね。さあ、じゃあもう一個の方はどこにしようかな。ここにした、オッケー。これで何にする、イチゴあるから、じゃあイチゴ、ホタルちゃん生まれるかもしんないからね、イチゴ、イチゴ入れましょう、これ、おいしょ、オッケー。あ、かわいいな、イチゴ。よしよしよし、これでね、この2つ何が生まれるか見ていきましょう。さあ、1日寝ますよ。おし、来た、これは生まれてるだろう。どうだどうだ、でん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 、おーい外れいや、なかなか実はロックを生むのが難しかったりしてこっちは、あ、こっちはホタルちゃん来た、やったー、ホタルちゃん成功、透けてますね。いやー、参った、これロックちゃんがなかなか難しいんですけど、どうしたらいいですかいやー、参った、あ、ちょっと食ってくんねえし、いやー、どうしようね。まあいいや、とりあえず、ここは失敗ということで一旦割っときますね。いやー、なかなかやっぱランダムって厳しいよね、厳しい。おかおかは誰が好きなんだっけ。おーおーおー、おいし、来た、おい、はい、というわけでね、まあでも今回は、サボテンスライムちゃんと、ホタルちゃんが、生まれましたので、これはかなりねいい感じになってきたんじゃないかなと思います。1,2,3,4,5 5匹できました。あと10匹ですね、あと10匹、あと10匹次やっていきたいと思います。というわけでね、まあ、今日はこれくらいにしよう。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日はこの辺で、また見てね、バイバーイ。